さあ続いては蜃気楼が見える町として知られる魚津をご紹介します。海のすぐそばにある埋没林博物館、蜃気楼の映像そして美しい写真を楽しむことができます。1500年から2000年も前にできた埋没林からは太古のオーラを感じることができます。ここでは直に埋没林に触れることができます。大きな根っこですね。見てください、この年輪、長い年月を生きてきたんでしょうね。富山湾の魚を間近で見ることができる魚津水族館。海洋水槽では富山湾で見られる16種類およそ130匹を展示しています。かわいい。マツカサウオやカワハギといった地元ならではの魚もかわいいですよ。夏休み期間中はニョロニョロした魚を集めた特別展うなぎ展もやっています。日が暮れて次に紹介するのは、こちらではちょっと大人の楽しみ方ができるんです。じゃーん、おー、ロマンチック。魚津水族館のすぐ隣にあるミラージュランド。ここでは夜のミラージュランドを貸し切る貸し切りしナイトがおすすめです。いやー、見てください、魚津の夜景とっても綺麗ですね。ご紹介した魚津の行楽スポットは北陸自動車道魚津インターから車で10分です。標高3000メートル級の山々が連なる北アルプスを貫く立山黒部アルペンルート。年間100万人以上もの観光客が訪れる日本を代表する山岳観光ルートです。いやー、気持ちいいですね。ここは立山山麓に広がる森の中です。続いてはこの森に抱かれた癒しの宿をご紹介します。立山黒部アルペンルートの玄関口、立山駅に近い立山山麓温泉森の雫。わー、お部屋もとっても広いですね。そして窓からの景色も最高です。やっぱり今は新緑が美しいですね。客室はすべてゆったりできる和室になっています。温泉は肌に滑らかな美人の湯、広い貸し切り風呂や露天風呂で心も体も癒されます。いやー、このお湯とっても滑らかでお肌にも良さそうですよね。そうですね、最近はね、お客さんに対しての評価が非常に高くて、本当に体が温めるという、でも芯からポカポカしてくる感じですか。そうですね、はい。料理は山の幸、海の幸をふんだんに使った和風懐石。地元産の富山牛のすき焼きは絶品です。うん、お肉が柔らかい、噛んだ瞬間にじゅわっと出てくるこの脂も甘みがあって美味しいですね。また温泉入浴と食事がセットになった日帰り入浴プランも用意しています。立山山麓温泉森の雫は北陸自動車道立山インターから車でおよそ30分です。ここ高岡市の天原市海岸は富山県有数の景勝地として知られています。この海岸のすぐそばにとっておきの宿があるんです。富山湾を望む絶景の宿、天原市温泉磯花火。わー、ここからだと富山湾の形がまた綺麗に見えますね。穏やかな海を見ながらくつろぐちょっとした至福の時が味わえます。露天風呂はお湯が富山湾にこぼれていくような海との一体感が自慢です。夏休み期間中は夏休みファミリープランがおすすめです。大人2人と子供1人、一泊二食付きでこの料金。富山湾の幸いっぱいの料理も磯花火の自慢の一つです。肉厚のマグロいただきます。うん、うん、このマグロもね、肉厚で食べ応えがありますね。また子供用にとお子様御膳とお子様ランチ膳の2種類が用意されています。
夏休みファミリープランには特典がついています。海水浴場まで無料送迎してくれます。その他湯上がりビールのサービスや色浴衣の貸し出し、ゲームの貸し出しが無料です。天原市温泉磯花火は能越自動車道高岡北インターから車でおよそ20分です。さあ続いては富山からちょっと遠出して岐阜県へ、夏に涼しいとっておきのスポットをご紹介します。この松田デミオで行ってきます。おしゃれで低燃費が自慢のコンパクトカー、マツダデミオで岐阜県新穂高を目指します。この車とっても見た目はコンパクトなんですけど、中は広くって運転もしやすいですね。さあ到着しました。ここからはあのロープウェイに乗って空中散歩に出かけます。まずは第一ロープウェイに乗り、標高1300メートルの白樺平へ。ではここからは田口さんに新穂高の魅力をたっぷりとご紹介していただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは行きましょうか。はい、はい、第二ロープウェイは日本唯一の2階建てのゴンドラ、まさに北アルプスを行く動く展望台です。お、一瞬でしたね。そして終点の西穂高口駅に到着。展望台、はい、涼しいですね、はい、景色が綺麗、はい、今日は山が全部見えてますので、はい、ちょっと雲ありますけど山綺麗に見えてますね。でもさらに本当は天気が良かったらもっともっと、はい、もう綺麗に見えますし、向こうの方ですねにはもうあの白山が見えたりとかする時があるので。そんな空中散歩のお供におすすめなのが飛騨名物飛騨牛コロッケ。お、どうですか。うん、サクサク。新穂高ロープウェイは今年で40周年、いろんなイベントが開催されるので要チェックですよ。飛騨高山方面に行った帰りにちょっと立ち寄りたい南砺市。この夏南砺市では南砺里山博2010を開催。魅力的な祭りやイベントがたくさん行われます。富山の行楽スポットいかがでしたか。行ってみたいとときめいたスポットはありましたか。海も山も美味しいお料理も温泉も全部あなたを待っています。この夏みんなで富山に来られ。プレゼントです。氷見カレーコースペアお食事券を3人の方に、入浴剤つべつべうなずき3個セットを10人の方に、魚津水族館ペア入館券を3人の方に、森の雫ペア宿泊券をお一人に差し上げます。